ラーメン、新潟県のラーメン、園三条背脂ラーメン、つばめ市発祥の背脂ラーメン、つばめ三条、背脂ラーメンとは、新潟県つばめ市発祥で、新潟県県央地域で提供されている、ご当地ラーメン。園市と三条市を中心として広まっているため、園三条系と呼ばれている。園三条背脂ラーメンは、1934年に、福来亭の前身となる屋台を、 石膏省出身の女魔佐製が開業したのが発祥とされている。昭和30年前後にジョは養殖器産業の公員の出前のラーメンについて、公員たちの要望で味を濃くした上でバランスを考えて豚の油を加え、さらに出前しても麺が伸びにくいように小麦粉の原料を中力粉から強力粉に変え、麺を極太にした。 出前をしてもスープが冷めないように蓋をするかのように大量に背脂が入れられる。麺はうどんのような極太麺。煮干しなどの魚介類の出汁が効いた濃い口醤油のスープに豚の背脂が表面を覆っているのが特徴。名称にはブレがあり、塩三条背脂ラーメンのほか、塩三条系ラーメン、ツバメ背脂ラーメンとも紹介されている。 単に背脂ラーメンや円形ラーメンと呼ばれることもある。石上秀幸による新潟市大ラーメンの分類では、円三条流背脂ラーメン、または、円三条背脂ラーメンとして紹介されている。また、大崎博士は、著書で、新潟の4内ご当地ラーメンの背脂系として、紹介している。岩岡博士は、このラーメンが、背脂ちゃっちゃ系の元祖なのではないかと推測している。 三条市に本社のあるタクシー会社中越交通は貸し切りで運転手がおすすめする背脂ラ,ラーメンの店を案内するツバメ背脂ラ,ラーメンタクシーを運行している。ありがとうございます。